今日本当ありがとうございいまますす、はい、よろししくお願いします1998年か9年にソニーでお会いしたと思うんですけどもその時名刺頂い,いて、えー、この1枚さえあれば街で倒れた時に助かるよって言われたんですよ <laughs> <laughs> でこの方はどういう方なんだろうと思って「<laughs> ドクター」って書いてあって、はい、で当時ソニー・コープ・アメリカの偉い方でいらっしゃって伝説のプロモーターと。 いうもともとはやっぱり教授でいらっしゃってアカデミックな世界におられてそこからですよマイケル・ジャクソン呼ぶだなんていうの普通に考えたらものすごいジャンプがあるわけですけどどういったきっかけでエンタメ業界との関わりを得られたんでしょうまあ一番最初は ももとと勉強していた放送業界からスタートですよねそれでまあ日本テレビや TBS のまあ顧問やアメリカの現地法人の役員させていただいてたんですけど1989年に東京ドームがまあオープンするということになってで東京ドーム当時は後楽園スタジアムっていう会社でしたけどあの経営者の方がですね保坂さんという社長でしたけど非常にまあ聡明な方でいや 今までは野球やっってててあとと時々貸してれば回ってたよとでも今回これ600億使ってるとなので民間企業が600億使って東京ドーム建てるでそのただ単なる馬菓子屋だけやってたんじゃ絶対にお金は回らないとでみんなから会社潰れるっていうふうに言われてたわけですね当時でそのためにはやっぱり東京ドーム自体がリスクを背負って工業ビジネスをやるべきだっていうふうに保坂社長ということが考えられたわけです。ああ 私が当時教えていたインディアナ大学のキャンパスに現れたんですで日本からお会いにしに来ましたと「でえなんであの野球場の方が来るんですか?」当然いますよねそうですねそしたらいやうちの社長があのどうしても必要な人材を探してこいという社名を下していてでいろいろ調べたらその海外からエンターテインメントコンテンツを日本に直接招聘できそうな人は 手垢のついいいいたミドルマンはいっぱいいるんだけど全部信用でできませんんと予備屋さんですよ、ね、だから当時,の予備当時の予備屋さんっていうのはやっぱりあのチケットを扱いますからどうしてもダフ屋さんとの関係もあり、えーまあ、残念ながら反社との関係も当然切って切れなかったわけですね。でそういうことは分かってらっしゃったので,で東京ドームの当時の、まあ、社長がいやそういう手垢のついてないあのクリーンな。 専門知識を持っっったよううな人を引っ張ってこいというそういう指示を出された、はあ、でもすごいですよね私も最初何のことかなと思って躊躇しましたけどでいろいろ話をしている中で「スポーツのこと分かりますか?」「音楽のこと分かりますか?」「工業分かりますか?で」で商業的なことはやったことはありませんけどアメリカでやっぱり大学院とか大学に行くとですね そういったビジネスに当然遭遇もするし勉強もさせられるわけですよ全部知的財産権に関わるものばっかりですからなのであの勉強したことはありますとで大体いいストラクチャーも分かってはいますけど自分自身は興行した経験がないのでそこは全然自信ないですけど大丈夫ですかとご協力はしたいけどそしたらいやうちには経験豊富な興業部長が1人だけいるからで彼はその 例えばボリショイサーカスとかねそういったものを海外から引っ張ってきているとでホリデーオンアイスっていうアイスショーも引っ張ってきているとだから海外との経験もあるし外貨のことも分かってるし為替も分かってるし、うん、で外人と切って貼ってやるのも得意だから、うん、じゃあこの秋山さんっていうんですけどこの秋山部長と私がペアになって東京ドームの自主興行ビジネスを立ち上げてくださいっていうそういうお話をいただいたんです<ー>それでスカウトされたので東京ドーム入れていただいた。 けどそれは89年前後そうですねでも最初は日本のやっぱり大きい組織ですから後楽園スタジアムそうすると既存のまあ役員さん達とかあの部長さん達とか私当時若かったですかねまだ30代ですからすごいですねな,な,なんでこんなアメリカの教授を連れてきてそんなことうちの社長はやろうとしてるんだとおかしいと騙されてるんだまたこっちは悪者になるの <laughs> ね、はあ、当然そうですよね ねね、それで皆さんその私がいろいろと準備してこ,うこれはこういうふうにしたらできます NFL はこうやったら連れてこれます NBA はこうやったら連れてくれます条件こういうことですよで、まあ、著名タレントも直接アーティストマネジメントにアプローチすることによって獲得できるっていうことはいろいろ調べたらまあ確証は取れましたとか報告するわけですけど。 みんなもう懐疑的でいやそんなのは何とかさんにやってもらえばいいじゃないかとかねそれは自分たちがやる仕事じゃないボクシングも東京ドームが工業主になることないそういうのは定験の仕事だそういうレベルですねでみんなそれぞれやっぱりあのしがらみあるわけでで長いい付き合いででそれをまあ社長の方が理解したんでみんな言うこと聞かないのかとじゃあ北田先生言うこと聞かせるためには取締役にすれば言うこと聞くよみんな。 だから私当時当証で下から2番目に若い取締役になっっちゃったんででですすよよ全部もそのおかげでですね IT よりはるか以前ですもんね、はい、そのおかげで皆さんはおそらく社内の皆さんは88%は「なんだこいつ」と思ったと思うんですけど、まあ、そういうステータスをまあいた,だいたということとそれからペアリングさせてもらった工業部長さんが非常にまあいい人で。 でそういう新しい社長の発想っていうものに同意されてたんでそれでうまく回り始めたんですねで日本で初めて会場が招聘してローリングストーンズを連れてきちゃった、はい、は最初一番でかかったのは1990年の2月にやったローリングストーンズの1年足らずです、ね、1年ぐらいでそれはやっぱり海外で培っていた人脈が全部助けてくれたわけですねあのローーリンングストーンズの次の次 世界工業権を持っているのは誰だ、うん、いやトロントにいるこの人物だ、うん、でトロントにいるその人物にアプローチするにはどうやったらいいのか、うん、まあ出資しているのはカナダのラバットビール会社らしいとか、うん、でじゃあラバットビールの社長会長に会いに行くのはどうしたらいいのか、うん、そうやってこうモザイクなんですけどだん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 ,だんこう詰めていくわけですね。でそれをうまく回してていって でもう一つ良かったのは当時はバブルの真っ最中ですねそうすると文京区であれだけの土地を持っていたのでなんと東京ドームって当時「フォーブス」のグローバルリストで120番目ぐらいだったんですよ<ー>土地がものすごくあったからだからそれを見せるとですね「東京ドーム何?」ってみんな言うわけですよ「そんなの本当に立つの?」みたいな「いやでももう立ってますよ」写真も見せるでもそれでも信用してくれない一番聞いたのが フォーブスのグローバル200リストで東京ドームちゃんと書いてありますよねこれですよって言うとそうすると皆さんビール会社のエグゼクティブも政治家も皆さんマジソンスクエアでの社長もみんな信用してくれるわけですよあそれすごいねとじゃあ我々も全く今までその経歴のない会社ですから業界内でね一番信用を得られるのは何かなと考えるわけですよちょっとまあローリングストーンズ呼んでくるのもいいけどそれだとやっぱり向上的な 信用性にはならないとそしたら世界で勘たる会場といえばやっぱりマジソンスクエアガーデンじゃないですかじゃあマジソンスクエアガーデンと姉妹施設提起やっちまいと、うん、その提携によって得られた長期的なブランディングというかコ甲羅健都ってその後ローリングストーンズの後もずっと続くわけですねそうですそうです、うん、ですからもう厚木早にローリングストーンズやった後は、うん ああすぐにデビッド・ボーイやりましたしその後はもう皆さんご承知の通り U2 もあどんなもみんなああ東京ドームはちゃんとお金払うんだとで場所も持ってるんだとそしたら結局工業誌っていうのはここ取ってますから来てくださいって話をするわけですけど本当にその会場が取れてるかどうかって分からないじゃないですかでも会場が取れてますうちの会場ですからでお金もこういう会社なんでこの規模でやってるんで払えますからって言ってやるとですね 問題ないでもやっぱり上場会社なんでやたらめっぽうお金をばらまくわけにいかないのでそこで私が提案して東京ドームの上等になったのがエスクロー口座といううのを使うことですね、はい、要するにちゃんとした金融アメリカの銀行に間に入ってもらってで巨額のお金をそこに予託しといてショーが終わるたんびにちゃんと現金が向こうに流れますよっていうそういう約束元ででなんか今までの日本の予備屋さんは。 もう巨額の現金を先にリスクまでっちゃうんでですねでも自分はお金がないからみんなテレビ局のお金でやってたわけですはい。だからそこでビジネスモデルを変えちゃったっていうのも大きかったしかしエンターテインメントでエスクローのをかませてやるなんていうのは、うん、日本なんかの商還行にないじゃないですか,かですだから信頼と信頼みたいなことが逆にトラブルを生んでるわけですけどそう,すそういうちゃんと第三者機関を使って演歌を進めたいやすごいイノベーションがあったわけですね。 五本をその後読ませていただいたらなんと僕の大好きな「マドンナ」と「ローリング・ストーンズ」と「マイケル・ジャクソン」を呼んだ人ということで、えー、世界的なプロモーターの方という音楽のイメージだったんですけどももうありともとは放送から始めてです、ね、その後、まあ映画に行って。 でハリウッドで初めて日本のお金を持っていって映画制作をしたというところからですねそれいつ頃なんでしょう1980年代の半ばですねあそんななんですね、はい、ですからまだソニーがコロンビア映画を買収する前、はい、パナソニックがユニバーサルを買収する前です<ー>だから日本から初めてまあファンドを組んでお金を持っていって、うんえー、UA とそれから MGM に対して出資をしてですね、はい でマイケル・ J ・フォックス主演の「あのブライトライトビッグシティっていう作品をインベストして作ってそんなことだって過去にあったんですか日本の資本が初めてですね初めてです<ー>だその時は伊藤忠サントリー、うん、TBS のお金を、まあ、まとめて持っていってで映画投資会社を作ってそこでやったんですねただ3本やってみて、まあ、2本外れて 1本だけ利益上がったんですけどやっぱり日本の会社っていうのは残念ながら3本、まあ、外してしまうとそこで止まっちゃうんですねでも3本のうち2本を外して1本当たったんですよね1本だけ当たりましたけどその当たりの分で最初の二本の損は取り戻せなかったので、うん、トータルで赤字じゃないですかでもすごいことですけどねそれでもうんあのその時悔しかったのはね私はあのオプションが2つあって1つは UAMGM は チェリーピッキングっていうんですけど作品の、まあ、スレート、はい、今後制作する作品のリストですね、はい、でこれを開示してくれてでその中で好きなもの23本に対してこれだけの金額で投資してくださいっていうそういうディールのオファーだものすごく良心的ですねすごく良心的なんですけど、はい、ピッカーが間違っちゃうとそれでアウト <laughs> 目利きがないとそうです目利きがいないとアウトですねで もう一つのオファーはワーナーブラザーズからのオファーでこれは来年作る全作品にこれだけの金額をまんべんなく貼らせてあげますよっていうそういうオファーだったんですでその中に実はバットマンの初作が入ってたんですすごいですねでも日本のおじさんたちはやっぱりまあ放送局も入ってましたんでねいや我々は選ぶ力はないですけど、まあ、TBS さん入ってるから TBS の方で。 ピッキングししてててくださいいいよっっう話になってしま、うん、TBS ももちろんサラリーマンの集合体ですから、うん、合議制になって、うん、この脚本がいいとか悪いとかの相談になって最後投票するわけですよ。<ー>そうすると何が起こるかっていうとやっぱり聞いたことのある有名な俳優さんが出てるものを選んでしまうんですね。うんうん、丸いい判断になっちゃうとうはいうん なので作品の脚本を読み込んで、うん、そこで判断するということが起こらなくて、うん、日本で名前が知れている俳優が出ている作品だけにお金を投じましょうってなるそういうそうすると当時やっぱりマイケル・ジェフォックスってすごい人気がありました、ねはい、じゃあマイケル・ジェフォックスとフィービー・ケイツだとこれでいこうう <laughs> 単純な <laughs> 判断になるわけですね。